ました。今バグダッド市内をですね、米軍の戦車が、制圧しています。24年にわたる、フセイン政権が、今崩壊しました。2003年3月にアメリカ軍のバグダッド空爆によって始まったイラク戦争。この間10万人以上のイラク人が命を奪われました。久々のコンタクトはこの10年間イラクを取材し続けてきたジャーナリストの綿井武春さんをスタジオにお迎えして、新作イラクチグリスに浮かぶ平和についてお話を伺いたいと思います。綿井さん、よろしくお願いいたします。綿井さんは311以降このアワープラネット TV では、T さん、原発作業員の T さんの、インタビューを繰り返し、撮って出していただいたということなんですけれども、もともとは国際的な、ジャーナリストというか、いろいろな、災害の現場ですとか、あるいは戦地に赴いて、取材をずっと、されてきたということで、もう過去、スリランカとかアフガニスタンとか、いろいろなところで取材を重ねてらしたわけですけれども、中でもその2003年前後からですね、イラクに何度も足を運んで取材されてきて、そして2005年に前作のリトルバーズという映画を作られて、これも全国各地で上映をされたわけなんですけれども、今回ですね、そこから10年を経って新たに新作ということで、いわばリトルバーズの続編と言えるような作品を作られたわけですけれども、なぜこの2作目を、このイラクでというふうに思われたのか教えていただきたいんですけども、開戦からもう10年が経過してですね、やはり自分なりの、イラク戦争の総括といいますか、特にこう自分が取材で出会った人たち、彼らが10年後にですね、どうなっているか、あるいはその10年間どういう人生を過ごしたか、正直言って生きているのか死んでいるのかも含めてですね、イラク人の姿、10年後の姿を自分で、映像で記録して伝えたいと、そう思って昨年イラクの取材に行きました。この映画の主人公はアリー・サクバンというですね方で、僕より一つ年下なんですけれども、イラク戦争が始まった直後にですね、バグダッドが制圧された、アメリカ軍が制圧された翌日に病院で出会うんですが、もう本当に血だらけの娘さんをですね抱きかかえて、で実はその時もうすでにですね2人のお子さんが亡くなってて、でその目の前の娘さんも含めて3人のお子さんをアメリカ軍の空爆で失うと。で僕はその方のとにかく印象がものすごい自分の中であって、彼は一体その後どうなったのかと思って自宅を訪ねてですね、でそうすると結局彼はですね、そのイラン・イラク戦争でもお兄さん2人を当時徴兵されて亡くしてるんだと。でご自身は湾岸戦争の時はちょうど18歳で徴兵されてクウェート侵攻部隊だったと。でアメリカ軍の投降を呼びかけるビラを見て、でイラクに戻ってくるということで、とにかく戦乱のイラクで起きたその戦争のたびに、ご自身の家族も人生もですね翻弄されてきた方ですから、やはり彼を追うことによって、彼の言葉とか姿を見ることによって、イラクの人たちの、大きな実像を考えていることが見えてくるんじゃないかと、そう思って、何度も、取材を重ねたというのが、実情ですね。そのアリさんという方が保証も受けられない子どもが、を失った悲しみっていう中にありながら、やはり非常に子どもにかける愛情が深くって、しかも戦争に対するなんていうか、そこに加わらない、例えば警備みたいなものもしたくないという意味では、非常にこう平和の象徴みたいな部分もあって、そこのところは非常に印象に残ったんですね。そうですね、彼自身はですね、実際のところフセイン政権にもやっぱ反対してたんですね、で一方でアメリカ軍の攻撃とか占領にも反対していて、戦争によって翻弄されてきた人生なので、もうこれ以上そういったことに加わりたくないと
ということなんで、例えば本当に八百屋さんでね野菜を売ったり、あるいはタクシードライバーをしたりとかですね、まあ、本当普通の市民生活を送り続けたいと思っていたんですが、にもかかわらず結局のところ、まあ、銃撃戦とかいろんな形で、まあ、武装組織に狙われたりすると、まあ、とにかく宗派対立内戦状態の中でですね、もうあらゆる人が結局いつどこで誰が死ぬか分からないと。だからアリ・サクバンという彼はですね、別に決してイラクでは稀なケースではなくて、この10年間でですね、イラク人で家族や親族をね失ってないっていう人は本当ほとんどいないんだというぐらいのレベルでしたね。まあ、今お話にあった通りに、そのアリさん、まあ、平和を愛して、はい、本当に危ないところにはどちらかというと近寄りたくないというようなね、そういった穏やかな生活を望んでいらっしゃる子供を大切にするお父さんが、まあ、実はその亡くなっていたと。それは昨年つまり知るんですね、はい、で実際、まあ、彼が亡くなっていたのは2008年のことなんですけれども、私も実は2007年までは結構頻繁に取材に行けたんですが、2008年以降ですね、まあ、イラクに入る入国ルート、それからまあビザの問題とかもあってちょっと空白が空くんですね。でその空白が空いてる間に実は亡くなっていたと。しかもそれが僕が連絡が取れなくて分からなくて、で私自身は勝手に思い込んでいてですね、まあ、昨年行った時、まあ、久しぶりだけれども再会できるだろうと思っていたんですが、それが、結局叶わなかったと。多分一時的に帰国されてた時か、私もその断片的に渡井さんがアリさんのところが、アリさんが亡くなって家族がねバラバラになってしまっていたって、はい、多分結構ショックというかびっくりされたっていうところがあるのかなと思ったんですけど、それはまあ、ね、ちょうどまあ空白の時に亡くなっていたと、はい、まあ、それを聞かれた時っていうのはどういうふうな、結局勝手に会えると思い込んでいたので、まあ、亡くなったっていうこともそうなんですけど、その5年間その亡くなっていたっていうことを自分が知らなかったということの、こうなんか自分のこう無意味さって言いますかね、今までそれまで何度も通って取材してきたのに、その空白の間、まあ、自分は何をしてたのかというふうに思いまして、まあ、呆然としたんですが、まあ、でもその一方でやっぱり自分はその今までイラク戦争の取材撮影をずっとしてきてですね、もう本当生きている人も撮ったし、死んでいる人も本当たくさん撮りましたから、まあ、そこで何もしないと、なんか弔問してですね挨拶だけして帰ってくるわけにはいかなくて、僕としては彼の追悼ドキュメンタリーという形ではなくて、もう少しこう大きな彼が死が問いかけているものとか、彼の言葉、まあ、遺言のような形でですね願っていたことをもう少し他の人で描きたいというふうに思って、去年は撮影してましたね。ハビビ、ハンマク、アラサーデク、شو رايك حبيبي؟ الله يسعدك، أهلا وسهلا. حياكم الله، السلام، هلا ومرحبا، هلا بيك عين. فاطمة. Do you remember me؟ تذكريني ولا شو؟ إيه. ما خلي يطلعوا دقيت أنا حاي. هذا صاحبك، صديقك. For the bride. Everybody likes the peace, but United States destroyed the freedom. الأسوأ. يعني قليل من عدة لعدة اثنين ثلاثة أي. تمام؟ أنا من الذين هو مترحب من الرافضين لا يتدمر احنا الشياب الكبار نعرفه يتدمر ها. 渡井さんが取材に来たことでだと思うんですけれども、家族がこう再合流っていうか、はい、要はおそらく実家に行かれていた奥さん、はい、あるいは子供たちを連れて、でしかも実はもう一人赤ちゃんが生まれていて、はい、男の子が、うん、しかもお父さんそっくりの男の子がいたということ で、ね、再合流する場面が、うん、出てきて、はい、でその中でお父さんやお母さんが、はい、とにかく渡井さんが来てくれて、はい、ありを思い出すから悲しいという言葉もある一方で、うん、まるで戻ってきたみたいで、うん、そのなんかお友達がっていう、すごくこう温かい印象的な場面が
あるんですけれども、まあそこはやっぱりそこまでに積み重ねた時間が大きいですね。そこまでの撮影のやっぱり蓄積あるいは関係性があったので、まあだから彼らも受け入れてくれたというふうに思いますが、でもまあ僕としてはその去年取材に行く前はですね、生きているものだと思ったから、もっとその主人公のアリ昨晩とその家族たちが一緒にいるところをですね、10年後普通に一緒にいるところを撮りたいと思っていたので、結局もうみんな別々でバラバラで、結局戦争によってもう家族の関係も崩壊してですね、で家の中の空間も本当空っぽでですね、戦争で人が死んでいくっていうのはこういうことなんだということは本当実感しましたね。人が死ぬだけじゃなくて関係性とか、社会基盤とかいろんな関係性までこう破壊されていくということを、とても強く感じました。本当にアリさんのご家族も、本当にたくさん本当は子供がいたのにどんどん失われて、お父さんもいなくなって空っぽになってしまうという様子が描かれているわけですけども、実際にこのアメリカの空爆によってスタートしたこのイラクの戦争、もともとあるとされていた大量破壊兵器はなかったと。で、振り返ってみますと、本当にこの戦争って何だったのかと。でしかも今イスラム国という新たな勢力が出てきて、さらに泥の昔を落としているという状態にあるんですけど、映画の中では例のフセイン像をですね、倒した青年たちも登場してきて、フセイン像を倒した男たちっていうのはこの10年間の中で僕の一つの追い続けた人たちでもあってですね、光景を見てていろんな噂が出ましたよね。いやあれアメリカ軍の演出だとか、いやそうじゃないとか、やらせだとかありましたけど、実際にあそこに加わった人たちを取材してみると非常に複雑な思いが入り組んでいて、ですごい気になったんですね。時じゃあ喜んだ人たちは10年後どう思ってるのかね、その時の気持ちも知りたいし、やっぱ10年経ってね、どう思ってるのか。で今回取材した人なんかでは、時喜んだ人がですね、その後やっぱり銃撃されて、顎を砕かれてっていう人がいて、彼なんかは本当にもう本当に時は喜んだのに、自由が来たと思ったのに、その後結局10年経ってですね、自らも傷ついて、で失望と本当絶望感を感じる、10年後だったというそのなんかコントラストっていうんですかね、本当幻の平和、幻の自由、やっぱりそういう時喜んだ人たちでさえも結局10年経って失望感しか抱いていないっていうことに、僕なんかもやっぱりある種やりきれなさをも感じましたね。彼などはやっぱり責任は誰にあるのかっていう質問に対して、自分たちにもあるっていうふうに、黙っていたからいけなかったというようなことを言ってます ね。 そうなんですね。この映画の中でやっぱり10年前に取材した人とやっぱりテンションがアメリカ軍の空爆で占領で、もう目の前にアメリカ軍とかいるじゃないですか。だから直接の敵とかいるんで、怒りをぶつけて、あるいは衝突とかデモとか、こうテンションが高い時期があったと思うんですけど、やっぱり10年ぐらい経ってくるともうみんな疲れていますし、こう怒りを抑えて、だけれどもこう振り返ってみて、単にアメリカのせいだとか今の政治のせいだというだけじゃなくて、自分たちが黙っていたからこんなことになってしまったんだというシーンがあるんですが、あそこはね、僕はちょっと日本に対するねメッセージでもあるかなという気はしたんですね。やっぱり今起きている政治とかいろんなことに対して傍観していて何も言わないでいると、あなたたちだってこうなるんじゃないですかと、戦争が近づいてくるんじゃないですかというような意味合いを感じたんで、ああいうなんていうかちょっと静かな怒りっていうんですかね、そこはやっぱりちょっと感じましたね。イラクの戦争っていうのは、自衛隊が初めてその戦闘地域に、派兵したと、大量破壊兵器はなかったわけですけれども、これに対して何ら日本政府は特段の反省も釈明もしないまんまに時間が経って、そして現在まさに憲法解釈の変更、そして今まさに日米でガイドラインの見直しということが行われているときに、この映画の持つ意味というのが、もしかすると少し前と比べても格段に
なんか重みを増して私はこう受け止めたんですね。だから単にあの時当時小泉政権でしたけど、首相が支持したからとかっていうことじゃなくて、もう自衛隊派遣もそうだし、あと在日アメリカ軍基地ですよね。そこからアメリカ軍兵士が行って、ヘリコプターから、あるいは戦闘機から、あるいは空母とかですね、いろんな形でこの国を経由していってるわけですから、だから別に遠い国の戦争ではなくて、むしろこれから今ですね、やっぱり集団的自衛権のこともありますし、このイラク戦争っていうのがから学ぶべき教訓、そして僕はいつも言うんですが、イラクに対して何ができますかっていう、どんなことが必要ですかっていう質問をよくされるんですけど、僕はそれは逆の発想で、何をしてはいけないか、日本は何をしてはいけないのかということを考える上で、見てほしいと、そこのところを僕は強調したいと思っています。ありがとうございます。この、イラクチグリスに浮かぶ平和、タイトルをね、なんでこういうタイトルなのかはぜひ見て最後で実感していただきたいんですけれども、10月25日から東中野にありますポレポレ東中野で公開されて、全国ロードショーと、はい、その後大阪名古屋、北海道から沖縄まで、ミニシアターで、順次上映されますので、ぜひ映画館で、見ていただきたいなというふうに思っております。今日は渡井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。